命を育み支えるもの、それが水。淀川水系の要であり、日本最大の湖琵琶湖。近畿の水がめと呼ばれ、京阪神に住むおよそ1400万人の暮らしを支えています。また千数百種以上の動植物が生息。そんな琵琶湖の生き物について学ぶことができる博物館があります。琵琶湖にしかいない、琵琶湖淀川水系にしかいない魚がいるというのが大きな特徴になると思います。名前からも分かると思うんですけど、非常に大きくなる魚でして、全長で1メーター20センチほどになります。ビワマスはですね、湖を海に見立てて、分化してきた、サケ科の魚だというふうに考えられております。夏場はですね、琵琶湖の深いところ、琵琶湖の深いところは夏場でも水温が低いんですね、そこを主な生息場所としておりまして、成熟して、秋に川を登って産卵すると、そういう生態を持った魚ですね。ビワマスとともに幻の魚と呼ばれているのがサツキマス。大阪湾から淀川を遡上する、まさに海と山をつなぐ使者です。昭和初期、淀川はサツキマスの漁獲量日本一を誇ったといいます。実はサツキマスはアマゴと同種の魚、渓流に生息し海に下らないのがアマゴです。淀川とつながる河川敷の小さな池ワンドでは、昨年5年ぶりに国の天然記念物イタセンパラが発見されました。日本の淡水魚の宝庫と言われている琵琶湖淀川水系、ここに生きるさまざまな魚を見ることができるのが水道記念館です。琵琶湖の固有種というものが時折流されてきます。そういうこともありまして、琵琶湖淀川水系では主に淡水魚が非常に豊富でして、日本には約320種類の淡水魚が知られているんですけども、そのうちの127種類を琵琶湖淀川水系で見ることができます。水道記念館では絶滅危惧種に指定されている淡水魚イタセンパラやアユモドキといった魚の孵化にも力を入れています。河川改修や水質の悪化、外来種の侵入など環境が大きく変わってきた琵琶湖淀川水系。水道記念館は魚の展示を通じ自然環境保全の大切さを訴えているのです。美しく豊かな自然、私たちの務めはそれを次の世代へと残していくことではないでしょうか。そして魚はもちろん、水鳥や昆虫などさまざまな命を育んできた琵琶湖や淀川の水を未来へ、今取り組みが始まっています。